皆さんの夢は何ですか？僕はプロ野球選手でした。もうちょっとだったんですけどね。今マウンドに立つ青年の名は浦井浩輝。彼は SWBC ジャパンアカデミーの選手です。実は彼は神奈川県の強豪横浜高校の出身。同級生には今東北楽天ゴールデンイーグルスで活躍する藤平投手がいます。そんな環境下の中、彼は3年間補欠だったそうです。しかし彼には夢があります。その夢とは、最終目標は、もちろんここで A に上がりたいっていうのもあるんですけど、行けるんであれば独立プロに行きたいなと思います。なるほどね。そう、プロ野球選手。彼はまだ夢を追い続けています。今回は、もっと野球が上手くなりたいと、SWBC アカデミーで奮闘するライパチと共に、軟式からでもプロ野球選手を目指す、浦井くんの奮闘をお届けします。高校卒業したら仕事をするって決めてたんで、中学の時からそう決めてたんで、スタンレー電機っていう会社で働いてます。車のヘッドランプなどを作ってます。めっちゃ重要な仕事や。そうですね。高校3年間補欠だったと言っている彼ですが、強豪横浜高校でさすが鍛えられた男。マックスは軟式でなんと137キロ。そして、鋭く曲がるスライダーを武器に、SWBC ジャパンの強打者たちを抑え込んでいきます。僕はこの力強いボールを見て夢があるなと、そういうふうに思いました。一方ライパチは、状況はワンアウトランナー三塁の場面、サインはエンドランです。ワンストライクからの2球目、これがファールとなります。横のアングルからスローでご覧ください。よくエンドラン、叩くという意識でありがちなんですが、叩こうとするあまり上体が前に行ってしまうと、そうするとポイントが点になってしまうので、逆に打ちづらくなってしまうという点をライパチはやってしまったわけです。そして追い込まれてから、結果高めのボール球につられて三振という結果になりました。そのライパチの打撃を見ていたのは、SWBC アカデミー長富監督です。彼は今年の夏全国制覇を果たした花咲徳栄の出身。野球に関する非常に深い知識、そして鋭い眼力を持ちます。今の打席を見ても、前に突っ込んじゃダメだと、しっかり手前で打ちなさいという的確なアドバイスをされています。一方浦井くんにも大きな課題がありました。制球力です。抜けるボールと引っかかるボールとが混在し、調整が難しいように見えました。そんな浦井くんを陰で支えるのは SWBC アカデミーの高野コーチ。彼もまた長富監督と同じ花咲徳栄高校出身。中学時代日本代表のエースとして世界大会準優勝の実績を持ちます。先ほど荒れた投球をした浦井くんに対して、身振り手振りを交えて丁寧に親身にアドバイスを送ります。そして迎えた2イニング目のマウンド、先ほどとは違いまとまった投球でバッターを打ち取っていきます。完璧な投球です。見違えるような投球。高野コーチからどんなアドバイスを受けたのか聞いてみました。自分が投げるときに背負い投げになってやり方が下がっていたので、それを平行にするようにというアドバイスをもらいました。なるほどね、はい、自分でもびっくりするぐらいボールが混ぜましたんで。そうだよね、はい、すげえな高野コーチ。そうですね。
その後もいい感覚を忘れまいと高野コーチにしきりにアドバイスを求める浦井くん。草野球といえど飽くなき向上心でアドバイスを求める浦井くんに私は勉強させてもらった気がします。そして長富監督からアドバイスを受けた大八も、三振すんのかーい。草野球からプロ野球を目指す浦井投手だけでなく、アカデミークラスにはひたむきに野球に取り組む選手がたくさんいます。環境はどうあれ野球に対し全力で取り組む選手を特産 TV はこれからも応援します。最後にライパチにも夢を聞いてみました。パチの将来の夢は？そうですね、ハワイでドーナツを死ぬほど食べることですね。9月のプレゼントキャンペーン、まずはこちら MQ1 ダースを2名様にプレゼント。そして人気グラブ IP セレクト外野手用最高級の一品、さらに特産の元祖愛用グラブハイゴールド内野手用、そしてローリングス内野手用グラブメジャー選手も愛用中。続いては水野グローバルエリート U ミックス内野外野手用だ。野球の最先端グラブ、そして純国産玉沢の完全手作りキャッチャーミット、全おしゃれ野球人へ次ぐファイテンネックレスリーシュモデル、モテたい特産も愛用中ファイテンネックレスミラーボール、ラストは特産お気に入りレボルタイガー内野手用グラブ。全ての商品9月末までのチャンネル登録で当たるかも。